三河ダムは、広島県世良郡世良町、一級河川、足田川本川中流部に建設されたダムである。農林省中国四国農政局が施行した農林水産省直轄ダムで、現在は、広島県東部農林水産事務所が管理を行う、堤高53.0メートルの重力式、コンクリートダムである。足田川の治水及び、 福山市をはじめとしたビンゴ経済圏に対する利水を目的とした多目的ダムである。ダムによって形成された人造湖は古代中国の伝説の皇帝である神農の名をとって神農湖と命名されている。三河ダムは下流の福山市を中心とするビンゴ平野の国葬地帯の灌溉用水を確保するために計画が立案された。これは 足田川流域が瀬戸内海気候のため年間降水量が少なく農業用水確保に苦労しており、たびたび干ばつに苦しめられていた。そのため、1949年に当時の農業生産量増大という国策である国営灌外排水事業の一つである国営足田川農業水利事業として三河ダムが建設された。 当初は灌漑専用ダムであったが1968年には日本交換の福山進出に伴い、ビンゴ経済圏の工業用水と上水道の確保が必要となったため、農林省から管理が移管された広島県福山地域経済局によってダムの高さを5.0メートルかさ上げするダム再開発事業が行われ、1973年3月31日に、 多目的ダムとして完成した。なお当初の目的であった農業用水であるが、下流のビンゴ平野の都市化に伴い高地面積が減少したため、上水道に転用されている。また、多目的ダムではあるが、洪水調節機能は持っていない。ダムの建設によって、三河地区の住民22個が移住したほか、その後の笠上げ工事でも28個が移住した。 また同地に建設されたのは地形が深く狭い谷であり適していること、移転する世帯が比較的少ないこと、そして近くに国鉄福縁線ビンゴ三河駅があるため建設資材の運搬が容易であったためという。また近くでコンクリートを作るために石灰石の採掘も行われたという。なお、移住した家の中には大妻小鷹の成果があり、この家は 新能ここ半に移築されている。2020年、足田川水系大規模氾濫時の減災対策協議会は、三河ダムの事前放流に関する協定を管理者などと結んだ。協定は、令和元年東日本台風災害の教訓を踏まえ、大雨が予想される3日前から放流により、ダム水位を下げる運用を可能にするもの。下流には後に、発田原ダムが建設されている。 周辺にはキャンプ場が整備されている。また前日のように、大妻小高の聖火が湖畔で保存されており、大妻の銅像が建立されている。ありがとうございます。